会長が亡くなったんですか？ああ、死んだみたいだな。そうなんだ。鴨ですか？記憶がないので。お気になさらないでください。ただこのニュースは何かが胸のあたりでモヤモヤして、何かが引っかかります。はい、何が引っかかるのかはよくわからないのですが。少し荒療治になりますが、記憶を戻してみますか？私はそれが最善であるのなら、京一郎さんのお考えのままに。このまま静観していようと思ったのですが、会長も亡くなってしまったようですし、やってみましょう。私は何も知りませんよ。これからやるのは催眠術の一種です。ただこれは無理やり記憶を呼び覚まそうとする方法でして。言葉だけ聞くと危険そうだな。それはその素人がすると危険です。だから他の人は真似しないでくださいねとしか言えません。私も初めてですし、やっぱり緊張しますよ。えい、邪魔しないでください。私がやらねば誰がやるんです？
皆さん、こんにちは。あれ？うまくいったと思ったんですが。催眠術がうまくいったかどうかってわかるものなの？ほら、きっと手応えとかあるんじゃないの？拳銃にだって手応えはあるからな。そうでもないです。ちゃんと覚えています。はい、私は鴨琴子です。鴨グループ会長、鴨重蔵の孫の琴子です。どこかのパーティーで前一回会ったことあるよ。なんで思い出さなかったんだろう。はい、あれは水口さんの本社ビルの落成記念パーティーでした。お久しぶりですね、キリさん。琴子さんがこんなところに。こんなところで申し訳ない。私は屋敷を抜け出したんです。おじい様の容体が悪くなり始めてから日に日に屋敷の中が変わっていって、それが不安で、みんな見た目は同じ人なのに少しずつ違う人になっていくんです。それをのぞみに相談したら、ここの住所と京一郎さんのお名前を聞かされて、ここに行きましょうって。私専属のメイドです。でもここに向かっている途中、知らない方々に捕まってしまって、今はどこにいるのかも分かりません。はい、あの方々から逃げ回っているうちに捕まってしまい、怪我をして記憶を失ったんですね。え、なぜご存知なんですか？
いに行ったんだよ。このバカ、警察に捕まっちゃったんだもん。そうだったのですか。その後、私は記憶を失って目を覚ましました。何やら騒がしかったのですが、濡れた服のまま抜け出しました。幸いにしてお金は持っていました。今思うと、のぞみが持たせてくれたのでしょうが、そのお金でホテルに泊まっていました。その後もう一度捕まってしまい、あとはすべて京一郎さんがご存知の通りです。琴子さん、あんまり無理して喋らなくていいよ。疲れない？いえ、大丈夫です。でも、おじい様は、私が記憶を失っている間に、亡くなってしまったのですね。まあ、妥当な選択だろう。こういう古い家柄は血を重んじるからな。皆さん、はじめまして。この度、カモグループの代表取締役会長に就任することとなりました、カモコトコです。そんな。そうきたか。若輩ゆえ何分至らぬ点も多く、グループに関わられる皆様にご迷惑をおかけするようなこともあるかと思いますが。なんか芝居がかってますね。パフォーマンサー、早い者勝ちとも言うが、要するに先にコトコだと名乗り出て
本物の出足を鈍らせるのさ。それにしてもよく似ている。ううん、似てないよ。全然似てない。こっちのことこさんの方が絶対美人だもん。ちゃん、ずるいからことこさんを狙ったりするんですよ。彼らの考えそうなことです。それはもう、もちろんそうですよ。そうじゃないと、こんな家業、務まらないですよ。それと、最後になりますが、この場をお借りして、私の婚約を発表させていただきます。この度、私はアジアコマースカンパニーの会長、星崎玲治さんと婚約させていただきました。え、ちょっと待って、ことこさん結婚しちゃうの？知らない人に嫁いじゃうの？偽物のことこさんが結婚しちゃったら、本物のことこさんはどうなるの？結婚って好きな人とするものでしょ？おお、これで目的が分かったな。まさか乗っ取りですか？